ヤネギヤです。コンちゃんです。ということで本日ランドマーク通過亭さんにお邪魔しております。イエイ。いつもありがとうございます。はい、お世話になっております。本日はですね、ただの実践日ではございません。はい、ビッグイベント。ビッグイベント？うん。マジ？なんと本日日付が7月の7日ということで。おお。はい。ちょっとおーはいいかも。やっぱ7月7日といったらやっぱパチンコじゃないですか。でまあ世間一般では、うん、七夕といったら本当に七夕といったらそれはまあ織姫と甲州ね、1年に一度しか会えないみたいな。でもさ、織姫と飛行士って実際さ、俺ら見たことない。見たことない、会ったことない。今日はちょっと1年に一度の再会の瞬間をね、目の当たりにしたいな。ゲストで。え、連れてきた？まさに呼んでおります。楽しみ。はい、次の瞬間ね、1、2の3はいってなったら登場すると思います。はい、楽しみ。ワクワクする。じゃあ行きます。はい、織姫と彦星の登場なんで、1、2の3、はい、はい。ビエン織姫です。オンランド彦星です。私たちがせっかく1年に一度に会える日になんかパチンコ持てって頼まれたのよ。誰に？なんかメガネ小僧2人に私たち頼まれて買ってこいって。うん。1年ワンクだったらポンコツになっとんな。1年ワンクだったらポンコツになっとんな。どこがよ。本当にどこが？山に山に。妖怪、マジで妖怪。はい、ということで、ビエン織姫とコンランド彦星、人生頑張っていこうと思うから今日も元気よくいくわよ。楽しかった。星が見える。お分かりいただけただろうか。オフです。まだね、ちょっと昼間なんだけど、ちょっとスシロー行こうかなと思って。この格好で。うん、本当に回してないと恥ずかしすぎてちょっと自分の身がも心が持たない。そう、動画撮ってるアピールしたんで周りに。そう。さっきもね、若いお兄ちゃんたちに声かけられて、うん、ユミジやんみたいな。だいぶ煽られたね、あれ本当に。じゃあ褒められたの。あ、褒められたの。褒めてくれたんだ。僕は10万人です言っといたもん。あ、マジでって言ってます。確かに。とりあえずスシロー食べに行きます。ダメ、
力が入らない。エビちゃん帰ってくる。お借りいただけただろうか。
Thank you.
Oh.